こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本で起こったバスジャック事件について解説していくぜ。バスジャックなんて成功率が恐ろしく低そうな事件よね。一人が害されたこと、犯人が17歳だったことなどから当時は話題になったんだ。ああ、また人が亡くなっているのね。犯人はネットではネオ麦茶というハンドルネームを使用していたことも有名なんだ。あ、思い出した。知っているわ、その事件。風化させないためにも、解説していこうと思っているぜ。よろしくね。それではゆっくりしていってね。まずはバスジャック事件の経緯と、犯人の動機、人物像などを説明するぜ。事件は知っているけど、目的は知らないわね。後半では犯人の生い立ちや家族などについてもまとめたから最後まで見てほしいんだな。わかったわ。この西鉄バスジャック事件は2000年ゴールデンウィークの5月3日13時35分頃、九州自動車道の太宰府インターチェンジ付近を走行していた、福岡天神行きの西日本鉄道の高速バスは各都合がバスジャックされた事件なんだ。本来なら楽しいはずのゴールデンウィークが地獄と化したのね。犯人の名前を便宜上この動画ではハンドルネームのネオ麦茶で統一するぜ。なんだか可愛く感じてしまうわ。ネオ麦茶は刃渡り32センチの牛刀を手に運転手や乗客22名を人質に取り、若くす号を山陽自動車道へと走行させたんだ。山陽自動車道なら山口県方面ね。山陽自動車道に達するまでに、乗客3人を切りつけて、女性1人が失血、2人に重傷を負わせているんだ。これは日本のバスジャック事件において人質が、亡した初めての事件となったんだ。バスジャック自体が珍しそうだものね。バスジャックは15時間半にも及ぶが、広島県東広島市の小谷サービスエリアにバスを停車させたタイミングで、特殊部隊サットが突入して取り押さえ、少年を逮捕したんだ。西鉄バスジャック事件は幕を閉じたってことね。事件後に、犯人がネオ麦茶というハンドルネームで匿名掲示板の2チャンネルに、犯行声明をしていたことでも話題になったんだ。匿名掲示板だと多くの人はいたずらだと思っちゃうわよね。では事件当日のことを詳しく解説していくぜ。まずはこのネオ麦茶は精神病院から仮退院中だったんだ。まあ、そうだったの。ネオ麦茶は森林公園にサイクリングに行くと両親に嘘をつき、家を出て佐賀駅に向かうんだ。一応、両親とは会話があったのね。そしてネオ麦茶はバスセンターから12時56分発の福岡、天神行きの若くす号に客として乗り込むぜ。17歳の男の子がゴールデンウィーク中にバスに乗って怪しむ人はいないわよね。実はこの時、偶然にもネオ麦茶の父親が、ネオ麦茶の妹をこのバスに乗せようと佐賀県を訪れていたんだ。まあ、すごい偶然ね。切符を買っている最中にバスが発進してしまい、父親はバスを止めようと運転手に向かって手を振るんだが、運転手は気づかず出発してしまったんだ。なんか、4コマ漫画に出てきそうなお父さんね。運転手は気づかなかったが、ネオ麦茶は父親に気づき、バスジャック計画に気づいた父親が自分を止めに来たのだと怪しんでいるぜ。この時、運転手が父親に気づいていたら、事態は変わっていたかもしれないわよね。かもな。無事にバスに乗り込んだネオ麦茶は、運転手のすぐ後ろの席に座っていたんだ。13時35分頃にリュックに隠していた刃渡り32センチの牛刀を手に立ち上がるぜ。結局、思いとどまることはなかったのね。ネオ麦茶は天神には行くな、このバスを乗っ取りますと落ち着いた口調でいい。牛刀を運転手に突きつけるんだ。運転手さんはすごい恐怖だったでしょうね。このまま東に向かって走り続けるように指示して、さらに言うことを聞かないと、しますと淡々とした口調で脅迫したんだ。長距離バスに乗る時に思い出してトラウマになりそう。続けて、ネオ麦茶は乗客らの荷物を前の方に集めさせて、乗客全員をバスの後方の座席に移動させるんだ。牛刀を持っているから言うことを聞かざるを得ないわよね。乗客には老若男女いたんだが、刺された3人は全員女性だったんだ。まあ、そうなのね。最初の被害者は当時34歳の東京在住の女性。この女性は真ん中あたりの座席に座っていたんだが、佐賀で手術を受ける親の看病をしてきた帰りで、疲れ切って深く眠っていたから、騒動に気づかなかったんだ。相当に疲れていたんでしょうね。これをネオ麦茶は女性が意図的に無視していると思い込んだんだ。あなたは不適されて寝たふりをしていますね。僕の指示に従えないのですか？というと、いきなり女性の手首や首筋を牛刀で切りつけたんだ。親の看病のため東京から来るような優しい女性になんてことするのよ。当然、女性は驚いて目を覚まし、傷口からは血が流れ出したんだ。バスの中は恐怖で凍りついたでしょうね。まさしくそう。しかしネオ麦茶はあなたたちが行くのは楽しい天神ではなく地獄ですと言い放つぜ。映画のセリフみたい。かっこいいとでも思っているのかしら。
ネオ麦茶の指示はなおも続き、乗客全員に携帯電話を出させ、バス内のカーテンをすべて閉めさせるぜ。通報できないようにしたのかしらね。さらに男性客をバス後部に、女性客を前部にそれぞれ集めて、座席横の補助席をすべて出させて、後部にいる男性客が前に来られないようにしているぜ。腕力じゃかなわないからね。なんて卑怯なやつかしら。この時、バスには初めての一人旅だという6歳の女の子が乗っていたんだ。運転手の平野正さんがこの女の子だけは降ろしてあげてくれないかと、提案するけど、ネオ麦茶はこの提案を拒否しているぜ。6歳の子にこんな現場見せたくないわよね。運転手さんの提案はもっともだわ。その後も運転手の平野さんは外部に知らせようと、犯人の目を盗んでパッシングやハザードランプの点灯なんかを行うが気づかれることはなかったんだ。残念。でも精一杯できることをやってらっしゃるわよね。バスは走り続け、山口県へつながる関門橋の手前に差し掛かった14時30分から40分頃、平野さんが乗客をトイレに行かせてほしいと提案するんだ。12時56分発だから1時間半も経っているものね。これを受けてネオ麦茶は仕方なく、バスを路肩に止めて、一人ずつトイレに行くことを許可するぜ。もちろん一人でも逃げ出したらここにいる全員を、ストーどすことも忘れなかったんだ。ここで犯人がトイレに行けば、乗客だけを乗せたバスが発車して終了だったのにね。一人目に降りたのは子犬をケージに入れて連れていた当時40歳の女性だったんだが、バスを降りた途端に一目散に逃亡したんだ。逃げたい気持ちはすごくわかるけど、わかるんだけどさ。当然ネオ麦茶は激怒して裏切りやがった。絶対に許さない。してやるなどと叫んで、再びバスを発進させるんだ。逆の立場になって考えろっていうの。ネオ麦茶は僕は約束を守ります。見せしめに一人、しますと宣言すると、近くにいた当時50歳の山口由美子さんの首を何度も牛刀で突き刺したんだ。何の罪もないのに。ひどいわ。山口さんが通路側に倒れると、ネオ麦茶は足で山口さんを突き生きているかと尋ね、山口さんははいと答えているぜ。血を流して倒れている人を足で突くってどういう神経しているのよ。ネオ麦茶は連帯責任なんだから逃げれば何度でも刺すと改めて乗客たちを脅したんだ。生きた心地がしないわ。この時逃げ出した女性は14時47分に警察に通報するぜ。これにより事件が発覚して山口県警の緊急配備が発動されたんだ。通報してくれたのはありがたいわね。その後もネオ麦茶と警察の交渉は3時間半ほど続くぜ。いずれにしても捕まるのは時間の問題よね。ネオ麦茶は東京の霞が関に行きたいと要求して、バスは21時37分頃、パトカーに先導され給油のため隣の小谷サービスエリアへ移動するぜ。霞が関に何の用事かしらね。小谷サービスエリアに移動後の22時34分、交渉によって最高齢の女性が解放されるぜ。この女性はお願いだから6歳の女の子も解放してあげてと懇願するが、ネオ麦茶は応じなかったんだ。この女性の気持ちは痛いほどわかるわ。6歳の子には残酷すぎるわよ。その後は、駆けつけたネオ麦茶の両親と精神科の担当医が説得を試みるが、怒り狂うばかりで効果はなかったんだ。精神科医とか俺は狂ってなんかないってことで逆効果な気がするけど、その後も夜明けまで膠着状態が続くぜ。乗客の我慢も限界が来ているわよね。翌日の午前5時頃、ネオ麦茶が盾にしていた6歳の少女から一瞬離れるんだ。絶好のタイミングね。そう。そこを狙い待機していた特殊部隊サットの隊員15名が、先行手榴弾をバス内に投げ込むと同時に一気にバスに突入するんだ。ニュースで中継までやっていたようね。ネオ麦茶は取り押さえられるぜ。やったわね。この時に、サット隊員の一人が切りつけられて怪我を負うが、残されていた人質に犠牲者は出なかったんだ。残りの人質の人たちが無事でよかったわ。こうして15時間半に及んだ西鉄バスジャック事件は幕を閉じたんだ。本当に長かったわね。ここでネオ麦茶がどういった人物なのか深掘りしていくぜ。気になるわ。まだ17歳の少年をこのような犯行に走らせた動機のもとは、幼少期から抑圧され鬱積していた怒りだと言われているぜ。それを説明するためにも、彼の生い立ちを振り返る必要があるわね。まずは犯人の生い立ちから行くぜ。よろしくね。ネオ麦茶は1983年3月に佐賀県で生まれ、父親は PTA 活動にも積極的に参加するような真面目なサラリーマンで、母親はフルタイムで働く保育士だったんだ。活発で明るい性格の妹の4人家族だぜ。どちらかと幸せな雰囲気の漂う一家よね。ネオ麦茶は体が小さく、運動が苦手だったこともあり、周囲への劣等感を抱きながら成長したんだ。背が低くて、運動が苦手な人なんて山ほどいるから気にしなくてもいいのにね。
その劣等感からか、勉強に打ち込むようになり、小中学校時代は成績の優秀な生徒だったんだ。頑張り屋な性格だったのね。しかし、中学3年生の頃からいじめに遭うようになったんだ。その鬱憤をぶつけるように家庭内で暴れるようになり、妹の制服を切り裂いたり、ペットのハムスターを、し始めたりしたんだ。自分より、さらに弱い者へ怒りをぶつけていたのね。そして中学の卒業を目前に控えた1月にネオ麦茶は同級生に筆箱を隠されるんだ。返して欲しければ高さ5メートルほどの踊り場から飛び降りろと言われるんだ。危ないわね。下手したら命を落とす可能性もある高さよ。同級生らは次々とそこから飛び降りてネオ麦茶を煽り、とうとう彼もそこから飛ぶんだが、着地に失敗して腰椎を圧迫骨折してしまうぜ。結局、大怪我しちゃったのね。この怪我のせいで、ネオ麦茶は病室での高校受験となるぜ。合格はしたけれど、後遺症のためにコルセットを着用して高校に通うことになり、体が思うように動かないこともあってか、新入生オリエンテーションの自己紹介で言葉を詰まらせ、他の新入生たちから笑われてしまうんだ。聞いている者からすると些細なことなんだけど、10代の頃ってこういうことに敏感に傷つくのよね。結局、ネオ麦茶はわずか9日間通っただけで不登校となり、翌年の3月に高校を自主退学してしまうんだ。せっかく合格したのにもったいないわね。その後、ネオ麦茶は自宅に引きこもってしまい、自分の部屋でインターネットにのめり込むんだ。中学ではいじめられっ子で、高校は9日間しか行ってないなら友達なんていないだろうから、どうしてもそうなってしまうわよね。この時、ネオ麦茶は創設されたばかりの匿名掲示板にチャンネルにはまっていくんだ。ひろゆき氏の顔がちらついてしまった。ネットではキャットキラーやネオ麦茶などの、ハンドルネームを名乗って一日中書き込みを繰り返すようになるぜ。完全に中毒じゃない。ネットでのネオ麦茶は自分の書き込みに対して否定的な反応をされるとすぐに感情的に反発して、他のユーザーとたびたびいさかいを起こしていたんだ。今でもそういう人多いわよ。ネットにはまると同時に、母親や妹への暴力が激化して、母親が警察や精神科などに相談をしているぜ。このことにより母親に裏切られたと思うようになっていったようだぜ。完全なる内弁慶タイプね。そんな中、父親はなんとか息子を外の世界に連れ出そうと、京都や大阪、奈良、名古屋などに長距離ドライブに連れて行っているぜ。両親ともになんとかしようと努力している感じに受け取れるけど、彼には通じなかったのね。父親とのドライブはネオ麦茶にとって大切な思い出だったみたいで、西鉄バスジャック事件の時には、乗客にこのドライブでの高速道路の領収書を僕の宝物だと見せびらかしていたらしい。他に見せる人がいなかったっていうのが悲しいわね。またネオ麦茶は2000年3月には精神科病院に措置入院しているんだ。事件を起こす2ヶ月前ね。ある日、ネオ麦茶の留守中に母親が部屋に入り、スタンガンにナイフ、催涙スプレーなどの物騒なものを発見するんだ。そんなの見つけてしまったら、誰だってびっくりするわよ。さらには引き出しの中から中学校を襲撃すると書かれた犯行声明文らしきものも発見してしまうんだ。怖すぎる。驚いた母親は、高名な精神科医に相談して、その医者の紹介で精神科病院に措置入院させたんだ。これは入院させられても仕方ない気がするわ。病院に連れ去られる時にネオ麦茶は激しく抵抗して、両親に貴様ら、この恨みは絶対に忘れないから覚えていろと怒りをぶつけているぜ。狂人扱いされたと思ったんでしょうね。しかし、いざ入院するとネオ麦茶は病院スタッフや他の入院患者に礼儀正しく、落ち着いた態度を見せたんだ。早く退院するための芝居だったのかも。入院中にネオ麦茶は2000年5月1日に愛知県で起こった、少年による、人事件豊川市主婦、人事件のニュースを目にするんだ。これについて素晴らしい、自分もこの少年のようになりたいといった趣旨のメモを残しているんだ。完全に長期入院が必要なパターンじゃないの。しかしこのメモの存在を知らない担当医は落ち着いた様子のネオ麦茶を見て、5月3日から、1泊2日の一時帰宅許可を出してしまうんだ。ああ、そこで起こってしまった事件だったのね。帰宅したネオ麦茶は、母校の中学を襲撃して無差別、陣を行う計画を立てるが、ゴールデンウィーク中で学校が休みのため、バスジャックに計画を変更するぜ。ここで思いとどまることができなかったのが残念だわ。事件を起こす直前の5月3日の正午過ぎに、匿名掲示板に佐賀県佐賀市17歳、というタイトルのスレッドを立ててひっひっとだけ書き込んでいるぜ。何が面白いのかしら。このようにネオ麦茶は学校、家庭、ネット上とあらゆる社会の中で他者とうまく折り合いがつけられず、孤立を深めていったと言えるな。そうね。その怒りや絶望感が彼を凶悪な犯行に駆り立てる動機になったのかもしれないわね。またネオ麦茶については当時17歳だったことから顔写真は公開されなかったんだ。しかし、バスジャックをしている最中の写真を一部の、
メディアが激写して、それは今でもネットに流出しているぜ。見たことあるわ。犯人が17歳だったこと、犯行現場で生中継が行われたことなどから世間を賑わせた事件となったんだ。乗客の一人が、害され、二人が重傷を負った最悪の事件だったわね。その後の様子を少しだけ紹介して終わりたいと思うぜ。そうね。ネオ麦茶は事件後に裁判を受けて2000年10月に京都医療少年院に収容され、神戸児童、小事件の犯人榊原生徒と同じ更生プログラムを受けたと言われているぜ。それは興味深いわね。収容から約5年4ヶ月後の2006年に少年院を仮退院しているんだ。じゃあ、もう社会復帰しているってことね。その後は再犯したというニュースもないのでおそらく社会復帰しているんだろう。そう願いたいわね。ネオ麦茶及びその家族は現在も被害者や遺族に賠償金を支払い続けていると言われているぜ。一生かかっても償えないことをしてしまったものね。保育士をしていた母親は、事件後間もなく仕事を退職していて、サラリーマンだった父親は2002年頃まで仕事を続け、給料を賠償金の支払いに充てていたようだな。両親も被害者のように思えてしまうわね。仕事を退職した後は、佐賀市内の自宅を売り払い、それで賠償金を支払ったらしい。ネオ麦茶自身はこのことをどう思っているのかしらね。両親から被害者への賠償金は2018年頃にも、月1万円から2万円ずつ続いていたらしい。償い続けるしかないでしょうね。ネオ麦茶やその家族が現在どういう暮らしをしているのかは知る由もないぜ。再犯だけはすることのないように願いたいわね。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。